はい、皆さんこんばんは。というところやっていきましょう。プロスピエース。さあ、ランク戦なんですけども、本日もちょっと中日ドラゴン純正でやらせてもらいますという形でございます。本日はですね、2018年シーズン2の又吉先生がね、これ選抜適正があるんですよ。意外といいんじゃないのかなと思って、今日ちょっとランク戦挑んでいこうかなと思っています。レベルは70マックスでございますが、ちょっと幻突はできなかったので70レベルでちょっとご了承くださいという形でございます。で、ストレート C の152キロのスライダーシュート高速進化。意外とシンカーって打ちにくいじゃんっていうのも俺の中ではあったりするのね。なのでこれちょっと先発適性があるので、基本中継ぎのイメージあるけども、2018年の時かな、その時は先発だったので適性が S あるんですね。これちょっとね、今回又吉でちょっと抑えていけたらいいのかなと思いつつ、ちょっとランク戦に飲んでいこうかなという流れでございます。さあ、ドラゴンズ純正で戦っていきましょうという流れでございます。というところで又吉レッツラゴーという形で活かしていただきたいですね。うん、やっぱり、ね、サイドから繰り広げるあのストレート、150キロオーバーのストレートはなかなかねハマっていくんじゃないのかなと思っているんですよ。なんで頑張っていきましょう。さて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 さあ、ここなんだよな。でも懐かしいよね、又吉が先発やってた時ね。あの時結構ね活躍したんだよね。10勝ぐらいしてたような気がするんだよ、記憶的にね。でまた再び中継ぎで、今だと抑えとかね、ライデル・マルティネスが来るまで抑えやつだしね。なのでいい形で今回はランク戦をねハマっていけたらいいのかなと思いつつ、頑張っていきましょう。さあ、というところで、まあ大事だっていうのはアルモンテが出るか出ないか、俺が点が入るかが変わってくるという感じなので、アルモンテがしっかりと打てるようにレッツゴーレッツゴー、ナイスガイでいきたいですね。テレテレレレ、ナイスガイでいきたいね。さあ、打ちたいなというところでございます。さあ、レッツゴーレッツゴー、アルモンテさんしっかりと出ましたね。今バツッとしたね、気持ちよかったな今な。あとはこれで大きく見ていく。いいよいいよいいよ、調子いいよ、調子絶好調ですよ。いいね、なんかストレートが捉えられるよ。なんだろう、今日俺の親指調子いいのかな、親指マックスで調子いいかもしれない、もしかしたら。ガンガンガンで行かせていただきたいですねこれね。さあ行きましょう。さあ、福留孝介でツーランアーチを狙っていきたいけど、まあ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 、こうやって長打を打てれば問題なし、シングトゥーマッチ、オッケー、ありがとうというところで、さあ皆さんお待ちかねのビシエド選手、エルタンケがこう4番の仕事をしっかりと決めていけたらよかったんだけど、そのままちょっと1球目な、そのボール球振っちゃいけなかったら、でもまあ大丈夫、ここに切り返しの高橋周平、キャプテンの意地を見せてくれという形なので、このね周平さん、ラインドライブの広角があるので、めっちゃ打ちやすいんですね。さあ、そういうところで発揮できていきたいというところでございます。OK、しっかりと強い打球を打って、内野強襲という形でございます。いいね、いい感じで打ってるよ。さあ、平田。俺の大好きな竜の四方よ、目覚めよっていう形、アウトか、ちょっと送球ずれた、竜の四方よ目覚めよってちょっと古いね、一個前のやつかな。さあ、大島先生、ここもね打てたら打ちたいなっていうところなんですが、大島洋平がね、やっぱりね不動のドラゴンズのセンターは大島洋平というところで、これは抜けてほしい。 OK、 これで1点入るでしょう。 OK、 2点目も入っていく、ナイス。やっぱね足があるっていうのは大事よ。そして竜の正捕手、今はライデル・マルチネス、俺の中ではライデル・マルチネスなんですが、ちょっとミスったな、ちょっと真ん中ミスったな。まあまあまあ、しょうがないしょうがない、不意に来る真ん中はちょっとミスっちゃうね。まあ、4点取れたので、ここ又吉がレッツラゴーという形で生かしていただきましょう。又吉、さあ久々の先発ですよ。さあ久々の先発、3年前ですね。今2021でしょ、今2010、これ2018でしょ、3年前での先発をうまく抑えていこうぜ、又吉先生ね。これスライダーが2種あるのよ、一応スライダー2種あるから、スライダーの高速サイドの方ね、これね、これ意外と騙されんじゃないですかという、どうですか。でまたスライダーをここに投げていく。さあどうでしょう、スライダー勝負、ギュッとね、いや振らないんかい、やるやん、やるやないか、そこは見られていく。でもここはちょっと速さのストレートで、ベリグッ、ナイス、スライダー意識させてのストレートね、ここ大事なんですよ。でここちょっと微妙に甘めの高速スインカーを投げていく、うん、これで大事、ここなのよ、この微妙なところに投げていく。あ、ストライクゾーンじゃんと思ったら、若干ボール気味のね高速スインカーを投げて、ちょっとたまにはここにちょっとアウト、はい行くんだけど、はい、あ、危ね、
いや、よかった。ホームランね、1点入れるか入らないかは違うからね。よかった。クッションボールでワンベースっていう形ね。東京ドームの狭さをね、利用していくっていう形ね。これね。さあ、大島さんの守備範囲内という形でございます。さあ、取れるうちに点を取りたいので、ガンガン取っていきたいというところでございます。さあ、名手の井端さんがここはショートでバチッと決めて、全然うまく合わせなかった。さあ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 、先頭打者を繰り出してアルモンテ、ナイスガイがここ再びまた来るので、再び生かしていただきたいというところでございます。さあレッツゴー。さあ阿部俊樹マスター健在、阿部俊樹で生かしていただきたいというところでございます。 OK、 いいねいいね、ミスター流し打ち、これが流し打ち、若干振り遅れても強い打球を右方向に打つっていうね、これがね大事なんですね。さあ行きましょう、レッツラゴー。あ、高速シンカーか、やるやんやるやん、よっしゃーレッツゴー。さすがに真ん中はもう嫉妬しませんよ、うん、高速シンカーバチッとしたかったけどね。さあレッツゴー、ビッシュエッドエルタンケー。さあ竜はエルタンケーという形です。ありがとう、止まりませんね、止まらん、これが止まらん。あ、そっか、強制カルロという形で終わらせていただきましたかね。いやー、バッティングが絶好調ですね。絶好調ニコニコニコ太郎という形なので、いい形でございました。そして又吉ね、もう1イニング投げたかったけども、まあ意外とやっぱスライダー2種っていうのが意外とハマるかもしれない。そう、高速スライダーと、そう、第1種が普通のスライダーか。スライダースライダーで最後に、ストレート投げて三振取れた、あのねピッチングは良かったんじゃないかなと俺の中で思ってるので、またねこれ又吉いつかね、またなんだろうな、ごめんね席出ちゃった、ルーム戦とか、ルーム戦とかじゃねえな、ランク戦でたまにライブ配信するときにちょっと使ってみようかなとか思いつつもね、うん、今いるっていう流れかなというところで、今回は又吉を使っていく、先発的な又吉を使っていくランク戦でございましたというところで、本日の動画終わりにします。また次回の動画でお会いいたしましょうというところで、バイバイ。